新しい2025年川崎 Z900 はエンジン、フレーム、足回りまでデザインもほぼ全て全面リニューアル。しかし皆様が気になるのはその先に見えてくる新型 Z900RS かもしれません。はい、皆様こんにちは。お疲れ様です。タラニーのバイクの主チャンネルの時間となります。今回は先月末エイクマ開催ちょっと前にね発表されました川崎のニューモデル2025年 Z900 ですね。こちらのストリートファイタースタイルのネイキッドが欧州と北米でそれぞれ発表されています。こちらは1970年代の Z1 からねずっと長らく続いてるね 900cc 4気筒クラスのエンジンを今でも搭載していくモデルになるんですけども、こちらのねエンジンを搭載していくスポーツネイキッド Z900、 そして足回りがねグレードアップされた Z900SE ですね。こちらの2025年モデルは今回ですねフレームやエンジンにも変更が入り、さらにデザインも新しくなっています。電子制御もねもりもりいろんな機能が追加されていてすごく進化している部分があるんですけども、日本の皆様で言うとねこちら Z900 が進化したということはその先にあるこちらをベースにしている大ヒット車両ですね Z900RS にもその技術が入ってくるんじゃないか、結構気になる方多いと思いますので、今回は新しく発表されました新型 Z900 2025年モデル、どのような部分がね進化しているのか解説していきたいと思いますので、今回もよろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。本題に入る前にまずですね、最新ニュースとしてはこちらの2024年10月31日、こちら新型のね Z900 が発表海外でされたのと同時にですね、川崎のこちら国内ニュースの方でも Z900 国内導入予定のご案内が発表されております。株式会社川崎モータースジャパンでは、日本時間2024年10月31日に海外で発表されましたニューモデル Z900 についてただいま国内導入の準備をしております。国内導入する仕様については現在調整中です。発売時期や販売価格、諸言等、詳細な情報については決定次第改めてご案内させていただきますので、今しばらくお待ちくださいますよう申し上げます。ということで、現在2024年モデルの Z900 を国内正規販売している川崎モータースジャパンになりますけども、今回発表されましたこちら2025年モデル Z900 ですね、こちらの方も国内モデルとして正式に導入するということが同日に発表されています。また後ほどねご案内はするんですけども、今回スタンダードモデルの方はねほとんど値上げ額がないということで、もしかしたら日本の方でも価格据え置きでこの新しい装備がねてんこ盛りになっている新型 Z900 発売するかもというようなのがありますので、こちら2024年モデルの Z900 ですね、こちらの方が欲しいという方は今のうちに購入しておいた方がいいと思いますし、これから動画の内容などを聞いて装備内容や新しいデザイン、こちらを見てね Z900 の2025年モデルの方が気に入ったという方は来年の発売発表まで待っていた方がいいのかなという感じになりますね。こちら国内モデルはねまた発表されましたら動画でご案内していきたいと思います。それではこちら川崎 UK のホームページになりますけども、新しく発表されました Z900 のホームページになりますね。今回排気量はですね 948cc 直列4気筒水冷エンジン、こちらはね変わらないんですけども、エンジン出力はですねこれまでの125馬力から124馬力へ1馬力ダウンしています。ただですねコンピューターの方のチューニングが変わっておりまして、こちら ECU コンピューターのセッティングの変更で 16% 燃費が向上しております。 16% アップっていうのは数字の方に直しますと、今までの1リットルあたり 17.5 キロから1リットルあたり 20.8 キロぐらいということでね、かなり燃費効率が向上しているのが新しい ECU セッティングの変更になっております。またサウンドチューニングということでね、こちら吸排気音にこだわったエアボックスやマフラー、そして軽い操作感とシフトダウン時のね後輪のスリップを抑制するアシスタントスリッパークラッチ、こちらなどはね従来通り2024年モデルから継承している装備になります。そして電子制御関連ですね、こちらでは IMU 慣性計測ユニットですね、こちらを新しく採用しております。でこれによってね何が変わるかっていうのがあるんですけども、今回はねアクセルワイヤーをもうなくしてですね、新しくスロットルバイワイヤー電子スロットルを採用しております。これによってライディングモードなどもまた新しく追加されているというような形なんですけども、ライディングモードはスポーツ、ロード、レイン、ユーザーがカスタムできるこちらの項目の4つ、パワーモードはローとフルの2種類、そして新しく KCMFこちらはね川崎コーナリングマネジメントファクションっていう名前になっておりまして、エンジンと車体のトータルマネジメントを実現しています。従来からある KTRC 川崎トラクションコントロールやコーナリング対応の ABS、
そして1500回転からね作動することができるアップダウン対応の KQS 川崎クイックシフターですね。こういった新機能の一部を一括して管理しているのが今回の KCMF になります。コーナリングトラクションモードも3段階ありまして、クルーズコントロールも標準装備となっております。そして今回ですね、メインフレームも一部変更されておりまして、シートレール形状をフラットにすることでシートクッションの、ね、厚みは増えてるんですけども、足つき性も確保しています。ただシート高がですね 830mm と2024年モデルの Z900 と比べると3センチくらいシート高が上がっています。なので日本仕様ですとね、おそらくローシートっぽいのを、ね、つけたような形ですと 810mm のシート高になるんですけども、国内モデルの方ではおそらくそのシートが採用になるんじゃないかなと予測していますね。ハンドル周りでいきますと、ハンドルバーはアルミ製のファットバーを採用、スイッチボックスも新しくなっていて、従来モデルのメーター周りのボタンを廃止して操作系を手元に集約しています。そしてメーターもですね、新しいフルデジタルの5インチの TFT 液晶ディスプレイを採用しています。こちらはメーターはね、2つの表示モードを持っている5インチのフルカラー TFT 液晶ディスプレイを新採用、背景色はセンサーによってね、周囲の明るさによって白か黒に自動的に切り替わります。で、表示機能は速度、エンジン回転、ギアポジション、シフトライト、燃料残量計、オドメーターとデュアルメーター、瞬間と平均の燃費、航続可能距離、平均速度、合計走行時間、水温と時計、電圧、 KQS、 クルーズコントロール、メンテナンス数値、ライディングモード、スマートフォン連携機能など多彩な情報を画面に表示します。表示タイプは2つありまして、こちらが表示1のタイプと、こちらが表示2のタイプになりますね。そして今回ですね、川崎として初めて採用するボイスコマンド機能とターンバイターンナビゲーションが実装されています。スマートフォンのですね、新バージョンのライディオロジーアプリによって、スマートフォンと連携することによって新しく実現する機能なんですけども、スマートフォン画面にナビゲーションマップ、メーター画面にターンバイターンを同時に表示することも可能になっています。こちらのライディオロジーアプリで車両情報の管理やライディングログ、電話の着信通知や車両の各種設定などもできるようになっています。新しい2025年モデルの Z900 のカラーラインナップは3色になりますね。まずはこちらのメタリックスパークブラック、メタリックカーボングレーエボニー、そしてメタリックカーボングレー、メタリックファントムシルバー、キャンディーパーシモンレッド、3つ目がメタリックムーンダストグレー、メタリックスパークブラック、キャンディーライムグリーン、こちらの3カラーが用意されています。こちら海外仕様での初見表示になりますけども、エンジンは水冷4ストローク、並列4気筒、DOHC4 バルブ、排気量は 948cc、 最高出力は従来の125馬力から1馬力下がりまして 9500 回転で124馬力、最大トルクは7700回転で 9.9kgm を発揮します。燃料タンクは17リットルとなっておりまして、これまでのエンジン馬力が1馬力下がってますけども、 ECU のセッティングの変更で燃費が 16% 向上しており、これまでの WMTC モード値の燃費1リットルあたり18キロから1リットルあたり 20.83km へと燃費が大きく向上しております。車重は 213kg、 SE の方では 214kg となります。シート高は 830mm となりますけども、こちら日本仕様の方で入ってくるときにはおそらく 810mm くらいのローダウン仕様が入ってくるんじゃないかなと予測しております。ヘッドライト周りは新しくコンパクトになっている三眼タイプのヘッドライトを採用、ロービームで上側の2灯、ハイビームで下側中央の1灯が点灯します。ウインカーは前後とも LED となっておりまして、テールランプもね、新しく LED 有効タイプという形に変わりまして、横長の新たなブレーキランプのイメージを作り出しています。そして Z900 の2025年モデルはこれまで同様もう一つのモデルですね。足回りにオーリンズ、そしてブレーキ周りにブレンボを採用する足回り豪華アップグレード、Z900SE、こちらも2025年モデルが用意されております。Z900SE の専用装備としては、日清製のラジアルポンプマスターシリンダー、そしてブレーキキャリパーはブレンボのモノブロックキャリパーを採用、リアショックはフルアジャスタブルのオーリンズ製 S46 を装備、 USB Type-C ソケットを標準装備しまして、こちら標準のね Z900 には純正アクセサリーとして対応しています。シートは2トーンのハイグレードなシートを採用しておりまして、あとはアクセサリーですね、メーターカバーはミドルとハイの2つ、タンクパッドも用意されています。そしてローシートとハイシート、こちらも用意されてますね。あとはよりスポーティーなシングルシート風にするカバー、そしてラジエーターガードとフレームスライダー、エンジンカバー、アクセルスライダー、
そしてメーターを保護する反射防止シートですね。こちらのアクセサリーが用意されています。そしてここまでですね、かなり電子制御やエンジン ECU のマッピング、フレーム周りなどいろいろとね変更点が多かった今回の2025年モデルの Z900。 しかし日本の市場ですとやはり皆様気になるのはこちら Z900 をねベースにしている、今回発表されましたけども7年連続で日本の売上ナンバーワンを達成している川崎の超大ヒットモデルですね。こちら Z900RS、 こちらがねひょっとしたら2025年モデルで初めてですね大きい変更が加わるかもしれないということが今回の Z900 2025年モデルの進化から伺えるような形になります。現在ねこちらの Z900RS、まあ、ほとんどですねカラーリングの変更、そして足回りなどがね変更になっているこちら豪華版の Z900RS SE ですね。こちらの方が販売はしていますけども、販売を開始しました2017年8年くらいからかな、ほとんどねそこら辺から変更はなく販売してきたモデルとなります。しかしこれのねベースになっている Z900 が今回新しく進化したということで、今回のこちらの Z900RS も2025年モデルになりますと6軸 IMU のセンサーやライドバイワイヤーのスロットル、あとはクイックシフターなどね、こういった新しいアイテムが装備されるかもしれないというちょっと期待が出てきます。おそらくメーターに関してはね、こちらのクラシカルな雰囲気というのがねとても大事になるので、今回の Z900 のような新しいフルカラー液晶メーターではなくて従来のねタイプの二眼メーター、こちらを採用になってくると思います。まあまだ新型の Z900 の国内導入価格などね正式に決定はしていないという形になってますので、まだこの Z900RS 2025年モデルがねどんな感じになるかっていうのはちょっと先の話になりますけども、来年あたりでね Z900RS の購入を検討しているという方はね、今回の2025年モデルの Z900、 こちらのモデルチェンジをもとに新しい Z900RS 出てくる可能性があるというのも頭の片隅に覚えておいて損はないかなと思います。そして新型の Z900 2025年モデル、販売価格が気になるところですけども、現在ですね川崎 UK 欧州の方ではこちら Z900 も Z900SE ともにまだ価格はね未発表となっております。ただ北米の方ではもうこちらの2025年モデル価格が発表されておりまして、 Z900 の ABS、 こちらが$9,999から $12,999、そして SE モデルの方では$11,849という価格で、この価格はですね2024年モデルから通常モデルはね$100、そして Z900SE こちらではね$450の値上げということで、アメリカ市場の方ではほぼ値上げなしで売っているというような形の金額となっております。 SE はまあちょっと金額アップしてますけどね。ただこちらのヨーロッパの方でのね価格はどうなるかというのはまだわからないところにもなりますし、当然日本でね今現在は Z900 が$1,276,000で販売をしておりまして、 Z900SE の方はね過去販売はしていたんですけども、こちらはね現在は販売していないので、来年あたりの国内導入ですね、こちらの発表で SE が映っておりますけども、こちらの新型に関してはノーマルグレードとこちらの SE グレード両方ともねまた国内モデルラインナップすると思うんですけども、昨今でいくと日本為替状況いろんなものとかがね入っていて、他の川崎のニューモデル年度が変わってですね、だいたい5万円から10万円くらい価格が上がっておりますので、こちら国内モデルの Z900 に関してはそこそこな値上げは入ってしまうのはちょっと覚悟しておいた方がいいかもしれませんね。というわけで今回は新しくヨーロッパとアメリカ、こちらで発表されております2025年モデル川崎 Z900、 Z900SE、 こちらのご案内をさせてもらいました。本当に途中でもね言いましたけども、日本の市場で言うとねこちら Z900 よりも断然売れているのはこのモデルをベースにしている Z900RS になりますので、このモデルが出たことで来年の Z900RS ですね、こちらが進化するかもしれないっていうね可能性が出てきましたので、来年あたりのこちら Z900 国内導入のお話や Z900RS の2025年モデルの発表、ここら辺がね非常に気になってくるところかなと思います。おそらくこちら2025年モデルのね Z900 に関してはヨーロッパでは来年の3月くらいから発売ということになりますので、来年のモーターサイクルショーあたりかな、そのこら辺の頃ではねこちらの Z900 に関しましては実車をね展示すると思いますので、新しい Z900 欲しいという方はねぜひモーターサイクルショーの会場で現車をご確認ください。また国内モデルのね発売日や価格など発表がありましたらこちら動画で紹介したいと思いますので、よろしければチャンネル登録もお願いいたします。それでは今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。
また次の動画でお会いいたしましょう。じゃあの。